ヤッホー、ヒューガ、青木リ。さっきヒューガとコンビニ行った時、あの風でヒューガの日焼けの皮が飛んできてマジで雪かと思った、ゆうた。コムドットでーす。日焼けがすごいですからね。見てない方はぜひ見ていただきたい。本当に見てください。私生活への代償がすごいすごいです。はい、今日の企画なんですけども、ミカサイダーさんのね、本のチャンネルでガムダムを作るっていう偽企画をさせていただきまして、ガムをただ剥いて当たりが出るっていうドッキリが概要欄に貼っておくのでぜひ見ていただきたいんですけど、ガムダムを作ろう。あのヒカキンさんの、ね、動画でアルミ玉を作るみたいな、アルミ玉のガム玉を作ったらどんなになるのか。で、ここに大量のガムを、こんなんやらせんな。負けた時の甲子園球この10円ガムね、300個買ってきたので、これでガム玉を作っていきたいと思います。それでは行ってみまーす。ということでね、まずね、このボールに剥いたガム入れていこうかなと思います。当たった。外れた。一時言わないよ、そういうこと。当たった。なんかガムエピソードみたいなのある？ないいや、俺あるんだけど、ガムエピソード、文化祭でなんか劇みたいなのやったんですよ。主役だったんですけど、最初と最後に出るみたいな主役だったんですよ。え、なんだ。いや、そういうストーリーだったんで、文化祭で裏に待機してる時点ですっごいなんかこうお腹痛くなっちゃって、で、そのうんこ漏らしちゃった、うんこ漏らしちゃった、うんこ漏らしちゃった。え、どういうこと？それはガムのエピソードの話してたよ。うん、こう漏らした話。そう、めっちゃキモいじゃん。え、ダートってさ、通算何回あるの？期間によるかな。期間、年間、年間、年間2000本は。いや、それさ、イチローじゃないんだ。年間2000本は安打してる気がする。すごい分けてるね。何が？いや、ガムが、ガム分けられてきた。一番分けられてる。え、どんくらい分けられてる？あの世紀秋尾さんのここ。あれはもう違うのよ。もうイントロ聞こえてきたわ。すごかったね、もう流れてる。あー、でももうなんかこれ狭いな、もうなんか狭い狭い。いや、この画面なんか狭いわ。4人もいるから。一番狭いわ。どんぐらい狭いですか？おととしまでのガドロの家くらい狭い。足も伸ばせる。足も伸ばせない。6スッパー足も伸ばせずにノンフライも食ってるから。いけなかったよ。確かにこんな大人になっちゃう。子供の頃はこんな大量のガム向けなかった。いや、中身がない人の喋り方。なんかね、めっちゃこのガム内在的にはすごい成分とかをかましてるかなっていう。めちゃくちゃ分かるんだし、気持ちとかもすごいこもってるの分かるんだけど、やっぱり結果なのよ。あ、このちょっと味見していい？うわっ、濃いわ。濃すぎるでしょ。え、味が濃い？濃い。じゃあこれ一番濃いわ、これ。え、どんぐらい濃いの？あの、上沼恵美子のここくらい濃い。濃いね。濃いね、ここだけ。濃いよ。はい、ということで、ガム剥き終わりましたー。相当な量ありますね。で、第2ステップなんですけど、これをお湯で温めて柔らかい状態にしていきたいと思います。風呂怖いよ。え、はい、ということでお湯熱っ、持ってきました。このお湯でね、この中にガム入れてあるんで、ちょっとゆるい感じに溶かしていこうと思います。溶けてきてるわ。もうね、ガムがもうめっちゃ柔らかくなってきました。おぉ、練り消しみたいな。うん、ほら、もうガムとガムがこうやってくっつきますから。あ、いい。こういうぐらい丸くこう2個が1つになりました。こういう感じでどん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 作っていきたいと思います。はい、ということでね、まあ大体5分間ぐらいガム温めたんですけど、結構柔らかくなって、この10個ぐらいのガムが手で握ればもうこういう1つの塊になるぐらいになりました。ほら、もう温さに強いの。よかった、昔サッカーやってて。え、それ関係ない。ん、なんでさ、こうやることでサッカーやってたことが。いいキャラで家で泥団子作ってたのが。家で泥団子が広いよ。おぉ、マジか。おいおい、ガム玉じゃねえか。すっげえ出てるでしょ。はい、ということでガム玉。おぉ、もうちょっとこれ叩いて固めていきますか。えい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 。あ、ちょっと怖い。マジでヤマトンって危ない。へいばー、へいばー。え、叩いて。はい、ということでガム玉ね、今こういう感じで、あんだけの量のガムここまで固まるっていうのがまずすごいですからね。まあ、あったかいガムって感じですね、まだ。さあ、キャッチしたー。えい、ヒューがキャッチング。それでは叩いていきたいと思います。
はい、こういう感じでね、ひびの間を叩いて、ひびとひびの間をなくしていきたいと思います。アンマーの指ぐらいひび入ってる。アンマーよー、あなたは私のすべてを。ガムダマ完成。すごいすごいすごい、野球できるね。見て綺麗綺麗だよね、もう隙間もほぼなくなって。うん、色が綺麗。いったいった陰キャか。匂い寄せてるやん。陰キャではないだろ、むしろ。はい、ということでね、ガム玉約300個分、ちっちゃいね、ちっちゃくなった思ったより凝縮されたんじゃない。上からこれ、切ろうよ。なに、なんなん、待って、ついたんだよ。あっちゃん、なんで、なんなん、このキャリーだぜ。なんなん今の。一回謝って、ごめん。よかった、我慢した、揉めない。あーあんな。はい、ということでね、まあ、ガム玉、まずガム開けて、叩いて、温めてという流れでこれだけできました。子供の頃ね、あんだけ買えなかったガムでこういう風な玉にしていたっけ。すごいなんか楽しかったよね。うん、すごい。子供の頃はできなかったガムの丸かじり、やっていっか。僕は食べていきたいと思います。バルボッサか、俺は。真緑のリンゴ。パイレーツオブカリビアン。じゃあいきます、食べていきたいと思います。はい。うおー、あいつかな。うん。うわぁ。うまい。え、味はどうどういう感じなの。なんか、なんだろうな。焼肉食べてるみたい。